花嫁の皆さん、花ちゃんの時間です。好きなシャーベットの味はグレープのミュとフランボワーズのまゆです。ということで今日は招待ゲストのリストアップ術についてご紹介します。リストアップというのは結婚式準備の中でも大の悩みなんじゃないかなと思います。実際にコーディのインスタでアンケートを取ったら、まあ、こんな割合で悩まれてる方がいました。実際悩んだとか悩んでるとか7割以上の方が悩んでらっしゃるということで、今回はこんな感じでお話をしようと思っていて、どうやってリストアップをするのかっていう前に下ごしらえが大事だということ、あとはまあ具体的な選定の方法と、同じくまこんな悩みがありますっていうのをこう募集したんですね。あとこんな風に解決したよという卒花さんのアドバイスなどもちょっとご紹介していきます。はい、ただですね、リストアップこれからお話しするんですけど、こればかりはなかなか正解がない話なので、だって一人一人さ、みゆちゃんもそうだけど、環境や出会ってきた人たち違うじゃない。自分だけのお誕生日パーティーを開くだったらいいんですけど、自分と旦那さんになる人の今まで出会ってきた方たちをこう一同にご招待するってなったら、それはいろいろ話し合うことも必要だし、考えることも必要だし、その人にしかわからないさ、関係性や職場環境とかね、例えばあるので、なかなか難しいよね。本当に悩んでるチャーハナさんはちょっと一回ボディブライダルサロンに行った方がいいかもしれない。ちょっと人生の話をしましょうっていう今回はどなたも一旦大枠を整えられるよっていう考えの整理の仕方みたいなところのお話になります。いつもさ、みゆちゃん私言ってるじゃん、何事も下ごしらえが大事。下ごしらえが肝なんですよ、下ごしらえありきの結婚式ですかね。そうなんです、一番まずこれは個人的の下ごしらえになるんですけど、まずチャーハンのちゃんまこさんの皆さんには、この度なぜ結婚式をあげようと思ったのか、そもそもの根本の、そうなのよ、何のためにどうしてあげたいのかっていうのが、これからお二人が作っていく結婚式の軸になるんですよ。これはテーマとは違いますよ。例えばなんか私たちのテーマは楽しむみたいな、そういうテーマとかじゃなくって、自分たちの軸にしたいこと、それを問いかけたことありますか、お互いに。そこまで話すことってあんまないかも。あんまりないじゃない。結婚式でもどんな夫婦になりたいのかとか、誓いの言葉でね、考えたりすると思う。もちろん今仲いいから私たちこれで夫婦ってなるよりも、なんであそこで誓いをするかって言ったら、一回は自分たちが思い描く軸を揃えることで、喧嘩した時もさ、あの時笑顔忘れない夫婦でいいよって言ったじゃんっていう、その一つのテーマに沿ってさ、お話ができる。結婚式のまずゲストもそうで、お二人がなんでこの結婚式をあげたいのか、何を伝えたいのかっていうのを考えることで、本当に感謝を伝えたいってなったら、どんな人にお世話になってきたかなっていうのをまず考えてみるもいいし、いや私がこんな風な成長した姿をお披露目したいんですと、これでもいい、もうドレス姿見せたいとか、ドレス着たいねんっていう、そしたらどんな人にこう見せたいのかっていう、二人が何のために結婚式をするのかっていうのを一回ちょっと今1分差し上げる、話してみてほしい。1分じゃ終わらないかもその軸みたいな部分が分かると、今まで悩んでた部分が自然とこう解消されそうな。そう。例えば、自分の好きなものをシェアしたいっていうテーマの卒花さんのインスタとか見てた時に、どんな人に自分の好きなものを共有したいかなっていう、なんか軸があるじゃない。結婚式するってなったら、絶対みんなさんが持ってるものは必ず一つはあるんじゃないかな。そう、絶対なんか深掘っていけば、やるものだと思ってたとか、親に言われたからやるって進められるならいいですけど、これだけの高額なお金をお二人は払って、大きなイベントを人を巻き込んでしようとする中で、やるのが当たり前だと思ってただけだと保てない部分がありますよね。今回リストアップ術の個人的にですけど伝えたい話です。ちょっとこれは余計なお世話も入っちゃってますけど、でも大事なことそれができてから、その下ごしらえの次に、二人が今思ったことに沿って、とにかく思い浮かんだ方を書き出してみる。選定方法に近づいてきちゃうんですけど、具体的にやるんだったら年齢を区切ってやっていくといいかもしれないですね。それは自分の人生の年齢ごとに。そう。あ、ゲストの年齢じゃないよ自分が幼稚園とか小学校、中高、大学、アルバイトとか、自分の人生の中でタームが
あると思うので、うん、その中で浮かんだ人たち、今は一旦その疎遠とか、うん、会ってないとか忘れていいんです。一回どんな人に自分が関わってきたのか全部バーッと書き、そう、呼ぶ呼ばないは関係なくってことですか。そう、ちょっとリストアップの話とはずれるんだけど、例えば私が実際打ち合わせしてて会ったのが、彼がサッカーが好きなんですけど、サッカーが好きになるきっかけを与えてくれた子を発見したわけ。自分ではただなんとなく好きになってたと思ってたけど、いろいろそういう幼少期から振り返ってみたら、あいつのおかげでサッカー好きになったかもみたいな。その子は呼ばなかった本当にそれ年長さんとかのレベルで、ちょっと今連絡先も分かんないんだったんだけど、あ、呼べるなら呼びたかったなぐらいの気持ちになってた。なんかそういう今自分があることのいろんな要素のきっかけが見えてくるかもしれないなって私はちょっと隣にいて思ったんですね。なのでそんな風にちょっとバーッと出してみる、そこがまずは大枠下ごしらえです。第二下ごしらえとしては、とはいえ結婚式はとっても大きなお金を払いますよね。でこのお金っていうのも、お二人が招待する人数の規模感によってだいぶ変わります。私たち呼びたい人こんなにいっぱい、なんかこのあの人もこの人も呼びたい、だから呼ぶべきかなみたいな瞑想の下ごしらえに入りますからね。でなった時に、一体何人の結婚式になっちゃうんだろうって、すごい数になる。そうなるんだけれども、ここが大事なところで、二人のまず予算感と規模感っていうのを、まあ、そこで話し合う。実際どのぐらいの費用を結婚式にかけていいと思ってるのか、お互いそこが違ったらまた別の話になる、ね、そうなん、そこはとっても大事な話です、この2つの下ごしらえをぜひやってみてください。どう、みゆちゃん見えてきた？私も頭の中でこの人呼びたいなっていう人ただやってると分かんなくなるじゃないですか、なので一回こうやっぱ書き出してみて、自分の結婚式に本当に呼びたい人誰なんだろうって一回ちょっと整理するのはすごい大事だと思います、そう、今の下ごしらえをすれば自然と二人の中で出てきてるはずなんですよ、なんとなく、あ、自分たちの方向性ってこれなんじゃないっていうのが見えてくる。でさっき言った、いや、もう俺が結婚式やりたい理由は感謝を伝えたいとかだったら、そういうお世話になった人とか、今お世話になってる方とか、どんな方に感謝を伝えたいのかを軸にバーッと書き出したリストから丸とかつけてってみるとか、そんな感じで実際に規模に合わせて絞っていくっていう感じですね。あとはそれでも迷ったら肩書き順、さっき言った予算も関わってくることなので、例えば費用に対して自分たちがもう50人呼ぶって決めたと、じゃあその50人の中で大事な肩書きの方を選定していくというか、父母おばあちゃんおじいちゃん、でもおばおじはやめよう、あとは会社の関係の方はまあ呼ぶ呼ばないから話が始まると思うんですけど、主任までにしようなのかっていう感じで肩書きにしていくっていうのもありですよね。肩書きで決めるってなったとしたら、それは新郎新婦で合わせた方がいいですか？いや、合わせなくていいと思います。そのパターンと、もう一つはもう関係性、一旦肩書きすいませんと、関係性で呼びたい人呼ぶ、上司とか、そういうのは関係なく、本当に会社の中でも呼びたい人を呼ぶ、そう、例えば同期だけ呼ぶとか、っていう風に自分の中でもう決めてリストアップしていく、今言えることはこの3つなんじゃないかな、この今、まゆさんに紹介してもらった3つをある程度もうやっておけば、なんとなくもう分かってきそうな感じがします。っていうのも、なんかここまでしか話せないのも、最初にお伝えした通り、本当にリストアップをどうするか悩んでる方多いと思うんですけど、アドバイスするとしたら、一概に言えない、皆さんの人生とかその方との関係とか細かく聞かせてもらって、初めてもしかしたら呼ぶつもりない人を、え、その方呼ばなくていいのってなるかもしれないって勝手に、なのでそれぐらい踏み込んで考えていかないと、一人一人違うことなので、ただ今回は最初にお伝えした通り、ちょっと整理する方法、二人がちゃんと方向性が見えるようにしていくっていう、悩んだ時に自分たちが決めたやりたい理由とか、自分たちが軸にしたいことに合ってるか合ってないかっていう考え方していいと思うんですよ。
ここまで選定方法をめいさんにお話ししていただいたんですけど、うん、実際に花嫁さんからのリアルボイスをいくつか募集して、うん、結構お悩みの中でもグループの問題だったりとか、うん、職場関係の問題みたいなのを結構多かったので、うん、そうだね、このことについていろいろアドバイスだったりお話ができたらなと思います、うん、はい、すごいね、いっぱいいただいてありがとうございます。ありがとうございます。大枠のところでお話しすると、グループでない友人とか先輩をどうするのかとか、うん、結構どこまで呼ぶか、あとやっぱ一人ゲストとかのお悩み結構ありました。まずそのグループ問題でいくと、グループ全員を呼ぶか呼ばないかっていうのは絶対呼ぶべきとは思いません。グループの中でも、うん、この子とは結構仲良かったけど、うん、この子とはあんまり接点ないなみたいなのがきっとあると思う。そうなので今の状態でまずその関係性とか連絡の頻度とかで考えてもいいですし、ただもう自分たちの中で浮かんだ方は全員呼ぶっていう予算含めて余裕があるのであれば呼んだ方がいいと思うんですけど、グループだけどもこの子と全然仲良くないけど呼ぶべきなのかなっていう悩みの場合は無理に呼ばなくていいっていうのが個人的意見です。一人ゲストの方用の動画あるので見てみてほしいんですけど、一番いいのは一人なんですけど来てもらえますかっていうのを事前に言っておくっていう。一人ゲストの方はやっぱちょっとケアが必要、ケア必要です。私は一人ゲストの子はいました。でも完全にアウェイな一人ゲストではなかったんですけど、同期でもない友人でもないけど同期とは職場でちょっと知ってるみたいな、ちょっと接点ある、接点あるっていう感じで、それも事前にお伝えしたりしました。だから来るか来ないかはもうその子次第なので決めてもらえればいいんじゃないですかね。あとはやっぱり職場の方、呼びたくない人を立場上呼ぶべきかどうかとか、職場の人の呼ぶ範囲、これもだからさっきの選定方法で一回ちょっと割り切って考えてみるのもいいかもしれないです、みんな呼びたいっていう悩みと呼ぶべきかどうかっていうべき問題はちょっと問題が違うというか、みんな呼びたいだったらもう呼べる方法を考える。それは結婚式が難しければそれこそその後にささやかな二次会を開いて、もっともっと呼びたいと思う方をみんな呼ぶとかね、結婚式はその費用とか規模に溢れちゃうようであれば、でも呼びたくないけど呼ぶべきかっていうべきか問題に関しては本当に立場や状況にもよるので一概に言えないんですけれども、少し割り切ってやってみるも一つです。ただ例えばね、会社に働いている旦那様だったらもしかしたらそういうわけにはね、みんなこう呼んでるから、そうそうそうっていうのがもしあってしない場合にとっても目立ってしまうとかっていうのはやっぱり良くないので、場合によるんですけどっていう方法でちょっと考えてみるのがいいんじゃないですかね。私がご案内してきた方の中でもやっぱり人数の問題は結構皆さん悩んでいて、職場の方を呼びたくないから海外ウェディングにしようかなとか、リゾートにしようかな、呼ばなかっただっていう理由を言わなくていい、海外だから呼べないでしょ、そう呼べないでしょ、リゾートだから呼べないでしょっていう、もう親しい方だけでやったよって言えるようにしたいっていう方とかも結構いました。あとは人数合わせ問題、人数比圧倒的に多い感じします。うーん、そうだね、うん、私はあんまり気にしなくてもいいですよって思ってるんですけど、とはいえね、席次表をオープンした時には新郎側新婦側っていうのが書いてあって、それがちょっと気になるよっていう場合は調整できる範囲で調整するべきですし、別にご新郎様側が新婦側の方にまで席があったってパッと見は自分の席しか注目しないので、そんなに困らないというか、リストでこれ見てる時はちょっと、うん、あ違うなって思う。そうそうそう、席組んじゃったら全然ここまで気にならないですよ。久しぶりに連絡を取る友達に声をかける勇気がないとか、ちょっと疎遠だけど呼びたいとか、一人になっちゃうゲストの子とか、最近連絡取っていなかった恩師とか、あ、でもこれはよみゆちゃん、私はいつも言ってるじゃない、呼ぶ後悔よりも呼ばぬ後悔なんですよ。呼ぶ後悔はあんまなさそうです、あまりないし、もしそこであの子呼ばなきゃよかったってもし思う子がいたとしたら、それは自分の人生の中でさよならしていい人が見つかったって思えば良いかなと思って、でも呼べばよかったのその一瞬は、もう取り戻
戻せないもん。そうですね、うん、なので呼ぶべきだなと思いますし、結婚式のいいところってその先の関係性に結構つながるっていうことなんですよね。例えば今そんなに親しくない、でも新しいチームになった上司の方を呼ぶ、どうかなって思うかもしれないけど、結婚式という共通の体験をすることでやっぱりその後の会話とか関係性が良くなっていくことの方が多いと思いますし、逆に言えばずっと連絡取れなかった恩師の方、結婚式以外で何でじゃあ連絡するのって話よ。結婚式が最高のきっかけじゃない、うんうんうん、ね、もう一番いい、おめでたいじゃない。そこ逃したらもうそれ以上のタイミングなさそう。それ以上のタイミングがもうなかなかない。連絡それになっちゃった子に連絡取れるきっかけになったなっていう気持ちで、勇気がいることだと思うんですけど、連絡するのがラッキーです。逆に、そんな感じで結婚式ってこれからまた良い関係性を作るきっかけにもなりますし、悩んでる方はそんな風に考えてもらえたら嬉しいかなと思います。今回このリアルボイスでアドバイスもたくさんいただいたんですけど、迷ってるなら呼ぶで、事前に連絡して招待状送りましたとか、自分が読みたいと思う人を呼んだ、これやっぱ大事です、ね、これは大事。もうそもそもが結婚式は自分たちのためにゲストが来てくれる会ってなったら、呼びたい人を呼ばないともったいないです。もったいない、もったいない。少しでも呼びたい気持ちのある人には連絡してみたところ、みんな意外と前向きな返事をくれました。お互い遠慮してるっていうのね、うん、ちょっとなんかこう探り合って探り合ってても嬉しいです。式場の方からゲストの差があっても大丈夫と言われたので気にするのやめました。気にしなくていい。一人ゲストの方とかと、うん、一人ゲストにはその旨もしっかり伝えた上で、うん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 、来ても来なくてもどっちでも大丈夫だよって選択肢を出してあげたっていうアドバイスもありました。いい、ね、そうにする方が答える側も答えやすいよね、うんうんうん、私も本当に大事な友達だったら一人でも行きたい。しかもね、その一人を呼ぶっていう相手からしてもやっぱりそれは同じ気持ちだと思うし、うんうん、いいよね、はい、嬉しいです。絶対こうしたら解決できるっていうことはないこともあるとは思うんですけど、今回お話しした内容を一回整理する時間をちょっと作ってみてほしいなと思いますし、みゆちゃんが言ってくれたように一回こう書き出してみる、見えてくるものがあったりするので、まあそれは紙でもいいですし、コーディのゲストリストとかを使ってとにかく入力していくとかでもいいので、この作業は結構大事。ぜひね、この最初に下ごしらえをまずしていただいて、リストアップしていただければと思います。ということで、今日は招待ゲストのリストアップ術についてご紹介しました。本日もご視聴いただきありがとうございました。なちゃんでは結婚式に関する情報を配信しております。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録といいねボタンをお願いします。また、コーディのインスタグラムでもノウハウなど情報発信をしておりますので、合わせてチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。